12月11日のケリヒメスイーツ。さあ今日は特に変わり映えはないかもしれないけども、まあ、個人的報告というかそれぐらいかな。あ、しまった、お楽しみステージ昼間の分のやるの忘れた。早速忘れてしまった。これは悲しい、これは悲しい。一番忘れちゃいけないステージなのに。こんな簡単でね、価値格でもらえるだけの報酬、もらえるだけの素晴らしいステージが、はあ、なんだろうテンションが一気に下がった。いやでも明日はね、ある意味お祝い事があるんで。そう、明日で活動11周年なんですよ。 YouTube のヘッダーがさ、未だに9周年の時の使ってるから10周年のすら直してないっていうね。どこのステージやろうかな。まあやりながら、うん、秘密のお部屋、消しゴムが欲しい。レッツゴー。で、活動11周年記念で、まあ一応また動画をなんか出そうかなっていうのと、うん、放送も多分やるかな。あとお知らせ者としては、あさって13日日曜日の8時かな、夜の東吉さんのところでやる大喜利放送に参加します。ツイッターとかに URL とか貼っとくんで、そちらを見ていただければなと。で、ケリヒメが、そう、俺が11年活動する中で、ケリヒメはどれくらいやってんのかなと思って、ケリヒメの再生リストを見てみたら、その、今日のケリヒメっていう、まあ、ほぼ日課もの、定期ものとしてやり始めたのが、2016年の11月なんですよ。10月じゃなかった。2016年の1月15日に、今日のケリヒメっていうタイトルのシリーズが始まってます。それまではね、あの、マノマギコラボとか、エヴァコラボとかで、そういうので単発でちょいちょいと上げてたね。その頃はニコニコにも少し上げてたけども、まあ、ケリヒメは YouTube でやる定期投稿ものとしてやってるからね。2016年からか。もうそんなにやってたんだね。再生リストに入ってる動画数が、これね、多分ね、入れ漏れもあるんだろうけど、うん、一応ね、数字としては1463本、ケリヒメの動画だけで1463本投稿してます。すごいさて、ここね、のも消しゴム、これはミリオネアにしちゃうのもありだね。このステージじゃなくて新規で、皇帝夜か、そっちの方では、うん、ミリオネアを使って攻略するのがね、さほど難しくないんで、ミリオネアを使ってアイテムをたくさんゲットしてすぐに、うん、達成報酬をもらうっていうやり方をしてました。レッツゴー。ここも大丈夫でしょう。名探偵に頑張ってもらおう。一応1ウェーブ目からやっておきますか。のも消しゴム、何箱だっけかな、金箱かな。蹴り待ちがないのっていいね。さっき11周年の記念動画を上げますって言ったけども、まだ撮ってないんですけどね。果たして間に合うかなまあ明日中に上げればいいかなと。ここだね、このウェーブで、うん、あ、どっちだ、まあいいか、このウェーブでね、ミリオネア蹴っとけばいいかなっていう。
で俺があの初めて実況動画をそのカードとして動画を投稿したのが2009年12月12日の朝6時ぐらいだったのよね確か。でもさすがにその時間に上げてもってところがあるからね、通知とか入れてる人にとってはスマホにさピロン動画投稿しました朝6時とか来るとさ、もしかしたらね迷惑かもしれないから、まあ見やすい時間帯に投稿しようかなと。ニコニコ動画も自体もそう、あのサイトもねできたのがね12月12日なんだよね確か。俺と3年差だった気がする。だから向こうは14周年かな、確か3年差だったような気がするな。よし、まあ明日はねニコニコと私川田の記念日ということでまあ、桐姫もね、多分上がってると思いますんで、こちらのシリーズもよろしくお願いしますと。お、なんか作成できるようになってる。もういいちゃえ。50% で。大成功お願い。はい、残念。まあ、こっちのね、通常の方の達成報酬もあるんでと。メタグリ、いいですね。今日はこれくらいで終わりにしておきます。また明日。